どうもこぼれです。今回は序盤から入手できる近接武器、ペトリファイドモールの入手方法と武器解説についてやっていこうと思います。こちらのペトリファイドモールについては、正気ダメージを与える石化した枝状の鈍器、振りは遅いが破壊力は高い。叩きつけには小範囲の、まあ、攻撃となっていて、 範囲内にいるすべての敵にダメージを与えることができます。こちらの武器の入手方法について紹介いたします。まずはじめにですね、地球のワールドボスであるエントの足をここで破壊します。足を破壊してですね、あとは倒すだけなので、もう集中してですね、足を狙いに行きます。 そうしたらですね、エントの足を破壊することができたので、これでですね、ペトリファイドモールを入手することはできます。あと倒すだけなので、まあおすすめとしてのモッドに関して言うと、ホットショットを使えばですね、エントの弱点は炎なので、炎ダメージを与えればですね、比較的効率的にダメージを与えることができます。 こちらのエントを倒すにあたって注意してほしいのが衝撃波とザコの正気ダメージを与えるザコ敵がいるんですけどそれさえ気をつければ何とかなると思いますこれで倒すことができましたこちらのエントの武器ペトリファイドモールについて話していくとステータスの場合は最初から作るので何もついてません ダメージが50でクリティカルヒット率が5%タイプはハンマーとなります攻撃するたびに35%の確率で100%追加のひるムダメージとなりますチャージアタックをするとですね100%の確率で対象が追加のひるみダメージとなります こちらのペトリファイドモールのハンマーのいいところについて話すと、叩きつけの攻撃が小範囲のダメージを与えることができます。続いてペトリファイドモールを強化した時のダメージについて言うと、初期値でまあ最初から作るので、まあそのダメージとしては50。こちらを強化した場合のプラス5は100。 マックスで強化した場合は、プラス10の時は150となります。序盤から戦うのであれば、セット装備のツイステッドを使えばですね、近接攻撃のダメージ吸収があるので、これを併用して使うとですね、やりやすいと思います。まあ、こんな感じです。今回は序盤から入手できる近接武器、エントの武器、ペトリファイド、 モールの入手方法と武器解説についてやっていきました。こちらのハンマーに関して言うと入手方法はエントの足を壊すとこちらの近接武器を入手することができます。セット装備のツイステッドを併用してやるとですね近接攻撃をした際に HP 吸収できるのでこちらを併用して使うとやりやすいかと思います。 この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。